さ、青山学院駅伝部入部おめでとうございます。ありがとうございます。入寮か、入寮、一学年何人いるわけ？一学年俺の代は13人、俺入れて13人。そうだね。もう他の12人はもうトップランカー、トップランナー、全国何位以内に入る？もうみんな県トップ3とかそういうレベルではあるね、遅い人でも。ああ、じゃあ友樹だけと20番みたいな選手。そうだね。それでなんで入れたかがみんなが疑問に思う。なんで入れた？そうね、青学だからか。本当に新入生情報とかでなんでこんな遅いやついるんだって思う絶対思われるからそれが嫌なんだけど。ああ、まあなんか今までの経験が、浅かったっていうのと、5キロのタイムが重要視されるんだけど、俺はそれのタイムを持ってないんだけど、いいタイムを。みんな13分台がいるんでしょ？13分台もいるし、まあ、14分台は最低欲しいところなんだけど。ともよの次に、14人入ったんだっけ？12。俺の他は。ああ、じゃあ13人入ったの、ともよのタイム。そう。で、12番目の人は14分50。だからまあ最低14分台は欲しい。友樹だけ15分台。俺は15分台なんだけど。15分何秒？もう15分40とか。ああ。ぶっちぎりのドベ。そう。ただ、2回、3回かしか走ってなくて、5キロを。やっぱそういう人ってもういないからみんなもう10回20回って出てて、その経験でちょっとずつちょっとずつで、まあ、なっていく人が多いから、その将来性自分で言っちゃう将来性はどこで？自分将来性はなんでまあ別にすごいまではいかないけど、そこそこ中距離がまあ1500とか800とかまあ400とかのタイムが、まあ同級生と同じか、まあでも、ぶっちぎりを取ってる感じではないっていう。原監督にこの間ね、俺お会いした時に、800と1000、400が早い。そうそう。から、これはチャンスがないことはないよって言ってくれたよ。そうそうそう。だから、あと、長い距離は心臓さえ鍛えればいいから、長い距離は走り込めばそこはカバーできるから、でもその400とか800が速くないと、そうそう、結局見込みが少ないって言ってたよな、だから、でも原監督驚いたじゃん。え、本当？嘘でしょ？つって。まあ俺が結構中距離を始めたてやってたから、やっぱり長距離の練習ばっかりしてると、その短距離が遅くなっていくっていうか、だからそれがなかった時のタイムだから、今あれで走れるかって言われたらわからないけど、400は何、ベストは早い。400は 何秒だと思う？54 400m54 秒。まあそう、大会とかでガチで走ったら53秒ぐらいかなって感じで、まあそれぐらいで走れる人は結構日本のトップのマラソンランナーでもいたりいなかったりだから、だからそこも一応見込んでくれたということなのかな。多分昔のランナーだとそこまでスピードって重要視されなかったんだけど、最近はその靴の進化とか道具の進化とか、トレーニングが科学的になったこととかで、もう、5キロとかでもほぼダッシュに近いペースで走るから、やっぱりそれで50メートル8秒ですとかなっちゃうと、もうその50メートルダッシュのペースで5キロ走んないといけないとかは無理じゃん。だから、その短距離系が将来を大きく左右する基盤になるわけだ。まあ、のケースが多いかもしれない。俺を何とも言えないけど、まあかといって別に青学去年卒業した吉田優也さんとかは全然短距離は速くないけど、もう今日本のトップランナーだから、まあ総じてそう言えるわけじゃないけど、
あるに越したことはない。プロゴルファーになろうと目指してたけど、走りになったのはなんでですか？ああ、高一の時は、ゴルフ部で、高一までそうだよな。そう、中学も、まあ一応陸上部には入ってたんだけど、まあ週2回の練習で、それ以外は、ゴルフやってて、なんでだろう。ゴルフもなんか調子良くなって。ゴルフはもう大好きだし、でもまあそこまで自分に期待が持てなかったっていうのもあるし、まあ楽しかったけど、ちょっと今しかできないのって陸上の方だなって思った時に、ある日、もう、高校逃したら陸上できないなってお風呂で考えてて、一人で。で、例えば大学入るとかってなった時に高2でも始めてなかったらもう終わりだし、やっぱ駅伝大好きだったから。それは昔からね。そう、昔から箱根駅伝とかも大好きで。3日前ぐらいからワクワクして、箱根駅伝が終わると、ああ、1年間楽しみがない。そう。あと364日何してればいい？ねえ、なんであんな長距離とか苦しいものをやりたいの？何回もやめてやめてってお願いしたんだよ、私。やめてほしい。俺の最も嫌いな、私も走る種目、何が好きなの？息子にやってほしくなかった、スポーツは格闘系と長距離とかな。どっちもやったね。ラグビーとかじゃない？俺ラグビーも怖い。あ、ラグビーだな。あれ体当たりじゃん。だからゴルフでよかった。まあプロゴルファーなれなかった。ちゃんとやってもそんなわかんないけど。違う、パパに聞いてる。ああ、パパは人のことはよくわかる人だから。難しいよねだってプロゴルファーになる、まあ駅伝も一緒だけどさ、まあ駅伝で言ったら確実に区間賞は取ってなきゃダメで、最悪でも区間2位だよな。パパ区間賞とか知ってんだ知ってるよ。パパ誰知ってる？大迫。え、佐古さん。大迫さんね。佐古さん。ちょっといいかな。パパの知識テストはいいかな。それでじゃあゴルフは、あ、じゃない、走りは今しかないと思って。でもやっぱ今に比べると、あの時のゴルフなんて遊びだったなって思うわ。この上が見えてるから、あの時のゴルフはもうバリバリさ、なんか全国何位目指してみたいな感じでやってなかったけど、上が見えてくると、あれはやってたに入るのかなっていう感じだった。長距離のあんな苦しいものをやりたいっていうのは何？ああ、なんか、走るっていう時間自体は好きなランナーもいるけど、俺は結構嫌いな方で、普通に練習の前は嫌だなとか思うし、めちゃめちゃやりたくない日もあるんだけど、なんだろうな、陸上の一番わかりやすいのは、もう誰でもどこでも同じ状況で、もう結果が数字で出るじゃん。そのタイムでわかるから、自分の凄さが。別に戦わなくてもさ、他の競技と違って。まあまあ、でもゴルフも全部ね、条件一緒で、数字で出るのは一緒。だからゴルフも好きなのかもしれない。ゴルフか水泳か陸上かかな。俺がやりたいのは。自分でゲームしてるみたいっていうか、自分を成長させる、それのやり方をとことん追求して、それはシンプルだから。そうそう、走れば走るだけ。他のさ、そうそう、他の競技はさ、やっぱり20人あ味方10人敵10人ってさ、勝敗でってなるとさ、もう自分が関与できるのってもうさ、勝敗に。じゃあ靴買い替えたらアイテムが増えたみたいな。ああ、そうそう。まあ、アイテム。
でいろんなとこに走りに行ってたけど、誰が送り迎えしてたっけ。もうやめてよ、本気性いいから。え、本気性いらんから。あの、私の親友のフランス人がトモキに、トモキ走るの好きって聞いたら、トモキが嫌いって言ったら、もう私に大変大変ってトモキがいないとこで、トモキは走るの嫌いだよって言って、もしかしたら優子さんが喜ぶから頑張ってるだけかもしれないって言って、でもう一回確認したの。私が喜ぶとか関係あったらないって思う。なんか聞く前に言われた。あ、そうか、よかった。本当ないでしょうね。ないよ。じゃあ何のために走るの、目標なんですか。何のために走るんだろうね。でもやっぱり、まあある意味将来のことを考えたら、今もっと違うことをやる方が偉いのかもしれないけど、この目標のためにあの突き進むっていう充実感を得る遊びをしてるような感覚もある。だから別にお金もかけてるし、家族にも迷惑かけてるから。大丈夫です。違う。パパ、笑った。なんかさ、中2ぐらいまでえらいぐうたらだったよね。トモキの理論がすごかったじゃん。だって、俺、あの、コンビニで、あの、あ、ダメダメパパさん。違う。コンビニで、違う。俺、コンビニのご飯で、俺、毎日別に、いや、カウンターで寿司食いたくないかって言ったらさ、いや、俺コンビニでご飯が毎日買えればいいみたいな。前さ、貧しかったらコンビニは買えねえぞって。高いんだよ。高いよって。トモキがお腹いっぱいになるには3000円かかるよ、コンビニで。それ自分で自炊とかしなきゃ、それ安くないよっていうさ。パパがプロゴルファーになりたかったの知ってる？お金持ちになって有名になってモテたかったんだよ。でもそうだよ。え、トモキもモテたいの？モテたいっていうか、やっぱり例えば箱根駅伝出てみんなが俺のことさ、思い出してくれて注目してくれたら嬉しいし、それのためにやってる。別にお金もらえないし。昔はその有名になるっていうことがかなりステータスだったけど、今はなんかこうデメリットがめちゃくちゃ多いよね。ああ、有名になると。でも男だからそんな。今の頃はもう有名になったらもう全てがいいような気がしたけど。トモキもそういう風にみんなに応援されたいとかあるんだね。あんまり目立ちたくないタイプかと。応援されたいはないかな。その努力してる姿は見られたくないけど。ああ、そうなんだ。で、どうですか ?18 年間育った家を出ていくのは。本当に実感湧かないっていうか、急ピッチすぎて。私も。あの、一時期、入れるかなって疑ってた時期もあったし、あの、大学の駅伝部に入れてもらえるかわかんない。だからちょっと辞めるんじゃないかなっていうのもよぎってたから、なおさら辞めるんじゃないかっていうか、もう辞めなきゃいけない、ね、そうそう、大学に断られたらもう陸上は辞めようと思ってたから。トモキと一緒に頑張ってた友達はね、もう一人辞めたもんね。もうね、原監督との面談あれだったもんね。まずきついこと言いますっつってね。うん、ほんと泥臭さ 99% で、ほんとあのテレビで見る箱根駅伝はもうほんと一番華やかな瞬間だけだからねっていう話でな、まあそれは分かってますっていうあれだけど。まあ分かってるって言っても、言ってみたら、ね、想像をはるか上でしょう。まあ上なんだろうけど、ともき家ですごいやってきたじゃん、一人でずっと早起きして甘いものも食べず。だけどさ、ともきはすげえ走ったっつって20キロでさ。そうだよ。青学は毎日30キロ走らせるわけでしょ。そうだよ。
三十何キロ。でも一昨日30キロ走やってたね。うん。やっぱりね。やっぱり青学はマジで30キロな週何ぐらい走る？まああんまり言えないけど。言えないのか。そうか。言えないのか。でもやっぱりすごい量だよね。そうか。練習内容は秘密なんやな。うん。私マラソンどれだった？ああ、どれ？遺伝子が悪い。遺伝子悪すぎ。パワーは悪いけど、50メートル中2の時一番だったからね、6秒後で。マラソンは苦しくなって、あと歩いてゴール。マラソンは俺もダメだったな。っていうかもう走ろうという気持ちになってない。あ、最初から。もう遺伝子ダメじゃん。そうだね。不思議だよね。俺小学校のやってない時からまあまあ早かったもんね。でも学年で6、7番？パパのでも親父もあれだから、青森県の3県東北3県代表のあれだからね。国体でしょ。国体選手だから円盤投げで。お母さんバレーボール。うちの母親あれで。うん。下町のあの東京のバレーボールのあのエースアタッカーだったから昔入ってたんだよ、俺の母親の時代のアタックナンバーワンっていう漫画。そうそう、うちのお父さんはただの不良です。喧嘩が強かったです。え、ママ型の人たちは運動できるの？そういうのに期待してっていう人、いや、トライじゃなくて、なんか、足速いとか。ママ型はゼロでしょ。はい。ね、でも、どちらかというと、俺、ママの遺伝子だよね。ママも全然。コツコツちゃんとやるよ。決めたことはコツコツちゃんとやるってな、ママ型の遺伝子だもんな。トモキのストイックさ。この筋トレと何とかが終わったら、みかん1個食べるって決めて、どうし終わったみかんだって。決まってんの全部。そんなだけど、ね、そんなだよ。あー、みかん一個食べれる。これでトモキさ、ご飯のことさ、摂取するっていうの、うん、マコがすげえ嫌がるの。いやでもそれグルテン摂取しちゃうと、もうお兄ちゃんまずくなるから摂取って言わないで。栄養ね。だからあれだよね、パパが一番練習してない頃の練習の時ゴルフやってたからな。そんなもんだと思ってるわけだよな。うん。そうだ、ね。でも、そうか。パパが明日かでトレーニングしてた10年ぐらいって、ともきいなかった10年だっけ？そうだな。ママと付き合ってた頃だもんね。明日から、ママに会いに行ったもんね。あの頃が一番やってたよ、結婚前ぐらいが。急に会いたくなったっつって1時間で来たのかなあったよ。あ、わけ。キモい。いや、今と違いすぎて。今、目も合わせてくんねえかって。目そらすんねん。喋んの動画だけ。ね、そう、この動画だけで喋ってくれるママの。今、チラーッと見てるよ、俺も。あの、画面のところから、チラーッと見てるよ。私がもっと外向けばいなくなるの、ボロボロになると思わなかった？誰に聞いてんの？じゃあもう最近なんないじゃん。らしく言ったって何？合宿とかさ、まあまあ頻繁に家には顔を出せる環境にあるだろうじゃないですか。それがわかんないんだよね。まあまあ、まあ行きましょうや。ちょっと会いに来るって言ったらもうマジで断られた。町田寮の方行きましょうや。いや断られた、本当に。3ヶ月に1回ぐらいにしてて。まあ行こうよ。今年も行く。
あ、トモキに会いに行くんじゃなくて、好きな焼肉屋さんがいるからたまたま行くから、もしよければどうぞ。あ、なった。ちょっと声かけるから。うん。LINE ちゃんと返してよ。返す、返す。あのさ、こういうのやめて。どう？同じ部屋の先輩は。うん、優しいよ。もうそういうのほんと嫌だ。ちゃんとつけてね。わかった、わかった。こうこうこうで、なんて言ったらこれを貸してくれて、優しかったとか。はーい。なんか、聞きたい。これだけさ、人生かけて育ててきたのに切り離せない、まあ、最後の方はあのあれだね、追い込みで料理めちゃくちゃ作ってくれたね、最後の追い込みで。いや、いつも作ってくれてたけど、うん、最後の方のママは最後のダッシュは品数超多かった、うん、しかもなんか超トモキの好きなのなんかいい人になってた。あ、いい人なの。最後の2、3ヶ月。何、悪い人なの？え？いや、いつもよりいい人になってた。しくしくとかわいそうになっちゃった。なんか私がゴミとか集めてたらなんかかわいそうって言われた。なんか食器とか。ママに会えなくなるのはもう、もう一切ね、うん、関係ないね。いたねって感じだね。俺も早く家出たかったもんな。俺も母親のことは大好きだったけど、早くなんか出たいんだよな、男って。最後、うん、2回一緒に寝てってお願いしたの、うん、そしたらトモキからの条件が、俺が先に寝るか、ママが先に寝るか、どっちかで、大きいベッドが端と端ならいいとか、それ意味ないじゃん。これで、私がそれでもしつこくやってたら、マッサージやるから許せって言われて、なんでそんなに嫌い？なぜか最後の方もマッサージめっちゃしたし。一緒に、ね、寝ないならマッサージってことになって。これ雨の音が臭くない？入るってこれ。ちょっと遠ざけとく。トモキ、足痛めたらもう痛いって言ってね。うん。私の言うことじゃないけど、ないけど。うん。打って、脳骨折とかしちゃうタイプだから。あ。もう本当な。もうだって追い込む時ってもう怪我との怪我するか成長するかのこう境目いくわけだもんな。そう、それは全員と怪我とのギリギリ、誰もがそうでしょ。でも本当もう入寮に向けて本当にようやく走れるようになってきたっていうか。そうだね、よかったね。本当ここ2ヶ月ぐらいで。あ、アマニュアル持ってた？え？アマニュアル、うん、ママ持ってきな。アマニュアルとよく入れてもらえたね、こんな日本の。いや、すげえよ、ね、もう入ったらこっちのもんじゃん、もうだって。そんなこと言わないで。え、そんなこと言わないで。なんで？まあそう、だって入ったら同じことやらされるんだから。同じ、まあ言ってもトモキはこう甘いメニューになるんだろう。それはみんなともガチのメニューはできないだろうけどさ。うん、でも似た、でも環境ってまず一番大事だから、日本一の環境にいるや、大体、あの、種に交われば赤くなるじゃないけどさ。だからそこでどこまで伸びていくかで。逆言えば腐ったみかんと一緒でさ。やっぱり腐ったみかんの箱にいりゃ腐っちゃうしさ。うん。一人腐り出したらもう全部腐っちゃうから。1年生の時だけはね、1軍寮に入れるけど、2年生からは別れるからね。うん。2軍寮になるかもしれないし。まあ、割と自分の気持ち的には絶望的ではないというか、夢を持っていける。よかった、それは。なんかね、ちょっと無理なやつをやらされるのかと思ったけど、ね、原さん、なんか、動機はこんくらいじゃなきゃダメだろうっていうことを言ってくれてたもんね。若干ハンデをつけて練習メニューを与えてくれたよね。うん。トモキなりのマックスをね。
ないと思うけど、箱根駅伝とか出たらどうすんの？ねえ。私はもうまず見れない。テレビも見れない。見れない。ないじゃん。いや、あとで、大丈夫って聞いてから録画で見る。見え、超いい、超いいじゃん。超ワクワクするし。ねえ。無理。でも仮に俺が出たとしたら、やっぱり優勝争いはしてるチームだから、やっぱ同世代のメンバーとかも考えると。時でもさ、マネージャーたちが何人かいるでしょ、学生とかの。はい。女の子とかも。はい。そこにちゃんとお礼言わないとね、ね、人を支えるために、陸上部入ってるってすごくない？うん。ねえ。水とかもらうときに、まあ、やらないと思うけど、ポンって取ったらダメだよ。はい。トイレ掃除とか回ってきたら、ちゃんと丁寧にね。あとは、大丈夫か。まあ、私よりしっかりしてるし。ある意味、パパよりもしっかりして、みんなより、家族で一番しっかりしてるよね。まあ、そりゃそうだよ。誰が見ても。ほんと。妹情報じゃ、まあ、モテないこともないっぽいし。モテないよ。はい。ともきの私服をね、うん、娘のまこが全部選んであげるって言って、下北沢に買いに行ったの、今回。で、言われるがままに試着をして、うん、で、ともきが一個だけ自分で選んだのがあったの。うん、そしたら、まこが、それ50点だけど、あんたが着たけりゃ着なって。ただ、下は絶対間違わないで、これにしてって言って、で、靴はこれだよとか言われて、で、ともきが。あ、それであれか、あれ買ったんだ、ベージュのやつと、白い靴と。そうそうそう。で、ともきっぽくねえなと思って。でこれとこれとこれを合わせてとか言われてるうちによくわかんなくなってきて、トモキが NG だけ教えてって言ってしたら、マコが上がダボっとしてたら下はシュッてしちゃダメなんだって。あ、ダメなんだ。ダメなんだって。上がピチで下がダボはダメ。あ、そうだ、それはそうでしょ。そうだね、それはダメだ。逆もダメって言われてる。言えないよ。うん、今はね、ダボダボなんだって、ジャンボさんスタイル。でね、この髪の毛の後ろもちょっと跳ねて、ジャンプするの。マジで？ちょこんと、そう。あっこ出るみたいな。それパパがやっても違うでしょ。そう。あれ？だからマコもね、全部服選んでくれて。今日いないから、視聴率が下がるかも。マコ人気だね。ありがとうございます。マコはね、私のメイクもやってくれる、トモキのスタイリストもやってくれる。危ない危ない。パパも割と服見てもらってるよね。ですね。あ、失礼しました。それね、シオさんがめっちゃウケてる。そう、咳払いダメなんだよねって。そう、近いようで遠い。入寮できたってすごいな。ゴルフで言ったら東北福祉入寮したようなもんだもんな。あ、そこに入るだけでも大変なの？多分。僕はちょっとわかんない、それは。陸上の方が足手まといになる可能性は大きいかもしれない。だからあんまり入れないのかな。よく入れてもらったよね。いや、1年前とかは、私とともきの中で、だけど、もうちょっとそのトップ校ではなくて、駅伝やってるけど、そんなトップ校じゃないとこを、の大学に行って、目指すのはどうって言ってたんだけど、やっぱ、友樹が、持てれなくてもいいから、やっぱり、青山に行きたい。行きたい。そうだよ。ね、ずっといるからね。もう一段も。え？
日本一だもん。なんかトラブルがあっても結局上位に来るからね。優勝かトラブルがあっての上がってきて上位。私はお母さんの影響でずっと昔から見てたけど。お母さんの影響。ああ。うちのお母さん大好きで。おっかんね。お母さん。もう私は毎年感動しすぎて見終わると頭痛がしてすごい。じゃあまとめで、はい、友樹から家族へ。そう、俺から家族へのメッセージで YouTube に載せたんでしょう。そうそうそう。だけど何もなければ言わないじゃん。じゃあはい、まとめてママ。ヨドは？じゃあ頑張ってね、ともき。はい。頑張ります。頑張ってね。試練も多いと思いますが。うん。もう頑張るしかないよ、あれより。うん、ただなんかさ、ゴルフはさ、そんなに怪我ってさ、うん、まあまあ、ある、まあ、その、パパぐらいの年になって引退するときはほとんど怪我で引退するけど、うん、そうだね。パパぐらいだけどね、怪我、全然どこも痛くなくて。怪我しないってすごいよね。フェードアウトしてた人間は。うん。だけど、多分、ともきの競技は、多分、怪我との、あれだよな。うん。だから、やりたいけども、足がダメとかさ。うん。いや、ほんとそうだよ。だから、ちょっと、甘煮オイル飲んで、細胞膜をちょっと、柔らかくして。マグネシウム。マグネシウム取って。タウリンの。防腐剤あまり入ってんの食べないようにして。うん、食べ物はほんと。あれだな、乳酸菌だな、腸内環境だなと。やっぱり人一倍練習しようとしてもさ、うん、やっぱり体がついてこないから練習で差つけるっていうよりは、そういう。食事とかね。食事とケアと、を、やっぱり誰よりやるっていうのが、そうだね。それしかない。去年の夏一回だよ、アイスクリーム食べたの。すごい。そんなレベルでもない、別に。それで食べてるよ。すごいわ、ね、足選ぶの時間かけてたじゃん。え、夏初って言ってたよ、夏の終わりに。まあ、いいことですよ。まあ、それなりにね、食べる喜びより、なんかそれで失うものの方が怖いって言って。そう。血糖値がね、うん、急に上がると、細胞を痛めるからね。うん、GI 値が、ドーンって上がるとさ。でもって大学生だからね、勉強も。だからあれじゃん、大阪直美さんだってあれじゃん、カツ丼食べたいって試合終わった後言ったんじゃん。ああ、本当にそう。ミスタードーナツとマックドナルドが常に食べたい。あとはあれだな、コンビニ食べ放題もやりたいな。引退したらそれが夢だな。一気にリバウンドで太るんじゃない？うん、でもやっぱりもう健康志向が染みついてるから、1、2週間やったらもう、もうやばいって思うと思うな。あの、家庭料理バーッと食べてて、たまに外食すると濃いよね、味が。まあでも、そうね、塩もできればあんまりあれだけど、まあでも友人たちぐらい走ってりゃ塩は大丈夫じゃない？うん。逆に、ナトリウムとかね、取んないとね、釣っちゃったりね。でも、ほんとあの、ミネラル不足で足釣ったりするからな。うん。ね、ともき、寝言が激しいのさ、同じ部屋の先輩に大丈夫か？そうじゃん。そうじゃん。すごい。あー、それを考えてなかった。はっきりじゃん、そう言っときな。僕って、あの、
普通に喋るんですよ。普通に大声で喋るみたいでって。でもなんか、あの写真見ただけだけど、優しそうな方だよね。うん。すごいな。トップレベルのとこで生活してみたかったな。あ、まあ、でしょ？卓球部だったんでしょ？補欠で最後だけ一回出してもらったけど。補欠って何人中何人が補欠なの？え、10人中3人ぐらい。え？ 10 人。中3人が補欠？いや、10人いて3人ぐらいが補欠で。7人は選手。7人は選手。選手。そんで。じゃあもう1下じゃん。そうです。それもあれでしょ？みんなあの、トップレベルの森中は。全然、再開中学。それで、毎日練習行ったのに、夏休みも何時間も。中1から玉拾いからやったのに、それで。で、最後、お情けみたいなので、1試合だけ個人マッチに出たんだけど、ボロ負け。センスないから。わかるわ。そういえば今度はあれだよ。マコと、対決っていうのを YouTube でやるよ。新井さんとって言ってた。やだー。何で？なんで？私ゴルフやだー。やろうよ。3ホールならいいけどダメでしょ？は？ 3 ホール？まあいいよ。いいじゃん。3ホールがいい。3ホールでいいよ。いいの？でもお金払ってもったいないじゃん。マコとマコの対決？ 6ホールぐらいから泣きたいほど帰りたくなるの。でもマコが勝つでしょ。わかんないけど。新井さん勝つよ。あんまだって飛ばないじゃん、全然。どっちが勝つ？マコでしょ。あ、マコでしょ。マコだって10回ぐらい練習行ったことあるでしょ。10回はあるけども、私、20分とか打っても飽きるから。いいじゃん。当たるの、まあ。10回に1回ぐらい球がそのままある。でも9回当たるんだね。そんで、あの、下を叩いた時に手が痛くてもそれで嫌になるのと、あと、あれ。冬は痛いんだよ。あとあれ。なんでか知らないけど、ネトムキ。何で打っても同じヤードしか行かないの。ドライバーで打っても、アイアンで打っても、全部同じ場所に。それなんで？ちゃんと当たってないんだよ。うん。トップしてる。まあまあ。頑張ってくださいね。いや、やりませんよ。いや、やりますよ。やりません。やりますよ。運動だよ、運動。やるよ。大将軍食いに行くべ。マコってでも面白くて可愛いでしょ。ん？パパがあんなにじっくりマコの一言一言を聞いてくれてんのが嬉しかった。うん。マコと言うと、ね。普通に、パパはマコと喋ってる。普通にしてるとあんな感じだ、別に。でもあの一言一句全部聞かなくない？聞くよ。聞くモードは聞く。聞くモードの聞くよ。マコといると楽しいよね。笑い続けちゃう。頑張ってくださいね、トモキ。はい。横田先輩、ファイト。これ、あの、部活の人の前にした。ファイトってあんま好きじゃない。ね、横田先輩。はい。中学3年生の時のさ、運動会でさ、3000メートルあったじゃん。あれで優勝したときにさ、私もうなんか、トモキの長距離ゴールと思ったんだけど。感動だったじゃん。ね、水が流れて。学年マラソン大会的なね。うん。まあ、学校のマラソン大会は結構楽しいけどね。あの、やっぱ知ってる人が多いからさ。ママの一番好きな、お山の大将。そう。途中までね、友達引っ張って一緒に走ってね、うん。やっぱ渋谷区大会とかは楽しいよね。もうさ、あの、3000の優勝面白かった。ママの中ではそうだろうけど、俺の中では全然都大会とか、そういう方の方が、
焦点だったからね。失礼しました。ちょっと疲労が溜まってるもんですいません。ちゃんも来れたよね。横田知事も来たし、いとこたちも来たしね。いやまあちょっとあと4年間走るっていうんだったら、もう私の心配は、まあでももし私は心配しようがしまいが変わんないからね。もう忘れてって感じ。いい？うん。本当に。楽しい。これママもうあれだよ。ここでトモキを置いて帰ったら、もう家にいないよ。ね、帰った時来るかもしれない。ね。うん、私でもトモキが小学校6年の時に修学旅行行く時は、うん、もうはっきり言って絶望。うん、もう絶望、うん。あの死ぬほど大好きな、小学校行ってる間も待ちきれないトモキが、八泊いないんだよ、うん。しかも連絡が取れないの。これは絶望すぎてね。うん。まあ、涙見せずに頑張って別れました。うん。で、見えなくなってから号泣しました。うん。家帰ってきたら、ともきの脱ぎ捨ててたパジャマがありました。うん。それ見て、おいおい声出して泣いて。修学旅行で？八泊だよ。八泊連絡取れなくて。もう違う。いつの、小学6年。うん。それで、夜月とか見て、同じ月の下にいるんだよね。大丈夫、大丈夫と思って。で、最後3日ぐらいから3日で会える、2日で会えるでワクワクしてきちゃって。あの時はそうだったけど、ママもなんかさ、ちゃんと年齢によって成長していって偉いよね。うん。割と対応力はあった。ね。他の親より。うん。彼女ができたかできたか知んないけどさ、そういう時でもさ、やきもちとかしないで、なんか、もっとさ、うっさい人だと思わなかった、うん、いつまでも。思った。ね。自分でもびっくり。まあ、まこからはとっくに離れられちゃったけど。まこは私たちにとって一番ちっちゃいから、バブちゃんって呼んでるじゃん。うん。だからさ、9歳ぐらいの頃からさ、バブとか呼ばれてんの、私だけなんだけど。私のワコは可愛いよ。可愛かったよ。昔のトモキだよ、可愛かったの。可愛かったよ、トモキも。まあ、あの感じは確かにな。そういう風になっちゃうかもわかんないね。小6だとまあそういうのに近いもんね。うん。絶望。もう最後のあれだよね。あの可愛い感じじゃない、小6っていうのは。うん。とくなさいって言ったら1って言ってた。で、私らが聞きすぎるもんだから、もうずっと1って立てたまんまだったの知ってる。パパ。そうだっけ。とくなさい1で、もう聞きすぎるからずっとこれ。いいじゃん。可愛かった。もういい。僕の握手なんなん？それを写してこんなもんですかね。そうですね。じゃあ、おいちゃんと最後のチューしな。どうしよう。ちょっと前までも口と口でしてた。うるさいの。なんで？マジでしてない。じゃあ、パパと握手。ん？もういらない。なんなの？そのさ、手紙を自分から書けとか言うから。あるよね。マジで嬉しいのかなと思って。あるよね。それ。あるよね。何があるの？もう書けって言われて書いたらもう、嬉しくないでしょ。でももう想像つくの。僕を中心に生活してくれてありがとう。もうそれでしょ？ねえ、ともきはいいよね。パパは現役っていうかまだ現役だけど、試合毎週行ってる自分はやっぱり、あれですか、すごく中心にやってくれてたんですよね。何何いやいや、もういいや。なんでここで いや、なんでもね。最初は知ってただろう。そうか。ああ。知ってただろうか。そうか。やばいやばい。やばいやばい。大丈夫ですよ、動機が。
ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ちゃんとした、ちゃんと道戻った方がいいんじゃないの？こうじゃない？間取って、そう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 。あれ、何をお祈り、あれ。え？何をお祈りしたの？俺が行った後の、うん、みんなが楽しくと、うん、怪我しないようにと、うん、ぐらい。ありがとうございます。俺が行った後みんなが楽しくって家族のこと？うん、そうそう。トモキ、家族のこと？うん。ありがとう。いつもそうだし。いつもそうだし。うん。ありがとう。優しい。何？何？迷惑。